上り施設、左上に下り施設がある沢川サービスエリアは、山口県防府市佐野の山陽自動車道上にある、サービスエリア。山陽自動車道の SA で唯一レストランがない、ガソリンスタンドが24時間営業でないなど、比較的規模が小さく、パーキングエリア並みの施設にとどまっている。上下集約型エリアではないが、上下線どちらの施設も、道路の山側に位置しており、 下り線の施設は本線をオーバークロスして上り線の施設の山側へ行く構造となっている。2007年2月13日11時に上下線を行き来するための連絡通路が完成し、施設は駐車場、ガソリンスタンドを除き上下線から相互利用が可能となった。かつては上下線ともに売店とスナックコーナーが併設されていたが2006年に一旦上下線ともに 売店が閉鎖されてしばらくは自動販売機のみの営業だったが後に売店に変わる形でコンビニエンスストアを起こし閉店リニューアル後は吉野家が出店している上り施設にあるシャワーステーション下り施設にあるマスチクラン環境 AB ネクスコ西日本管内の SAPA のコンビニ20店舗が4月27日にセブンイレブンとしてリニューアルオープン 西日本高速道路株式会社、西日本高速道路サービスホールディングス株式会社、2018年5月5日閲覧、ありがとうございます。